皆さんどうもこんばんは。今日はね、とある場所に来てます。あの辺とかね、というところで、今からダム行ってね、やっぱ夏になるとでかい魚取らなきゃいけないっていう話があるんですよ。で、皆さんがこのね、ブラックバス釣りやってる人たちに言いたいんですけど、ああいうね、愛媛県、特に四国の中でも愛媛県っていうのは一番、四国で一番都会なのは愛媛県なんですよ。なので愛媛のね、ダムとかね、バスはね、まあ釣れない。ああ、だから愛媛県、四国でバス釣りやったらわかるわ、甘かねえなってね。ああっていうところで、そのすごく擦れたフィールド、愛媛県のね、池とかダムの中にも一部やっぱイージーな場所、あんま擦れてない山奥の方行きゃそれは擦れてないとかあるんですが、そんなね、釣りやすいとこ行って釣ってもしょうがないっていうことで、めちゃめちゃ厳しいとこ行く、一番擦れてるとこね。まあバス釣り大会やったりだとか、まあ地元の人、もう日本中のアングラーだよな。だからアングラーが通い詰めてるようなポイントだから、なかなか釣れることないから、今日坊主覚悟やな。ああ、で昨日の釣果情報は、7人ね、そこの場所に釣り行って7分の5が坊主、2人だけ釣れたそうです。なので1匹釣れるかどうかの勝負になってくる。うん、マジな話が。おはよう。おはよう。アングラーってなんだ。まあ釣り人だわね。さあ早朝6時半ぐらいかな、でかいバスいるかな。ちょっとやっていきましょう。早速ね、ダムで釣りは楽しいですからね。厳しいですけどね、釣れた時やっぱ嬉しいから。何これ、熊の毛か。これ何これ、やっべえな。これ、これ犬の毛か。犬の毛だわ。誰がブラッシングしたの。ブラッシング、ほら、いきなりブルーギルとブラックバスが、ほれ見える、あれブルーギルとブラックバス、ちっちゃいけどね、泳いどるね。あ、見える、ほら活性高いかもな今日は。ブルーギルと、これはブルーギルかな、ブラックバスも多分相当来とると思うんですよ。ちょっとでかい個体は見えないですけど、ディープ今日は。うん、でああいう流れ込みからね、ガーって流れてきてる水温変化、そこら辺でやっぱり今日の攻め方、ただ擦れてるから、まあなかなか口扱ってくれないと思うんですけどね、勝負する会話あるよ。はん、ということで、お久しぶりです。お久しぶり。かっこいい T シャツ着てるね。お久しぶりに。これね、映画ブラックバスの中のブラックバス T シャツ、もうプレミアついてるやつですね。うん、ちょっとユニクロのね、これね、もう売ってないんで、ユニクロですごいバカ売れしたっていう。そうですね、うん、ちょっとこの上り下りで疲れるね。まあちょっと運動してないけど、菊さんのあの愛媛マラソンの、ああ最近走ってないから、走ってないか、体力不足でしんどいわ。坂道が結構きついからね、うん、というか菊さん今日のバスのあれどうすか。すごい釣れそうな雰囲気なんだけど、うん、やばいんじゃない、これ釣れるんじゃない。ただ昨日の釣果情報で、うん、坊主の確率8割っていうのがあるんで、どう攻めるかな。そこだな。今回どんなルアーとか仕掛けでやるんですか。これ私はこれ半年前、ちょっと1年前に使って置いてあったこれ、ちょっとこれで攻めていこうかなと。じゃあちょっと1投目ね、ここで投げてみます。ヤンセンコ一投目で釣れたりしてね。いや来ると思うよ。わからん、俺は食うけど、昨今のバスってさ、うん、擦れて食わんやん。うん、まあ、そうなんだけど、うん、でも俺らがやって食わんかったことないじゃん。まあまあな、デカバスやな、あれ俺が投げたとこ。おった、わかんない、おったんか。どうでしょうか、ちょっとわかんないな。
いや今でかいバス泳いでった。6あったで、あれマジか。6近いの泳いでったわ。キキさん一投投げて釣れないってことはないでしょ。一投投げてるか釣れる気がしないな。何投げとんの。トップウォーター。ああトップか。ドッグウォークか、さっきの。そうそう、いやポッパー、ポッパー、ポッパーか。大体お前がポッパー投げ始めると釣れんっていうな、うん、そうなんだ。大体釣ったことないんだ。ほとんど無反応やで、うん、ちょっと厳しいんじゃない今日。厳しいな、このトップのこの反応からすると。あそこにバスが明確におるのにさ、うん、やっぱり見切って食わへん。食わん。うん、だからでかいのも泳いどったし、ただ見切ったね、一撃で。あ、やっぱ山線香じゃダメなんじゃない。食っとるか。暴れたわ。食った飲んどった、今のっこんどった。やっぱ山線香が結構のっこんでくんだわ。バレた。結構でかいよ、ほらほら。おお、でかいでかいでかい。のっこんできとったんやけど、要するに朝一だけのバイトやわ。あ、朝一にこれトップとか使っとる場合じゃないの。今のだから結構のっこんできたで、でかいの。だな。ああいうバスをこの朝一でバラすと痛いわ。痛いなお前。もう二度と今度お前。だってバイトってさ、ここのスレターフィールドって1日1回2回のチャンスやん。そうだよ。今のでかかったかも。のっこんどった。なんかライン変化あったのよ、うん、四国のバスはいいじゃねえからな。うん、舐めとったらあかんだ、四国のバス。琵琶湖とか関東とか俺もよう行くけどさ、うん、まあ坊主はないもんな、あっち行くと。ああ、ないよな、あっち。あれ、あっちこそイージーかもな。うん。あ、お前のその何、これ下手の横好きのポッパー知っとる。下手の横好きって、あの下手なやつに限って、うん、あれもこれも中途半端に手出して何もできずに下手の横好きぐね、そういうの。ああ確かに確かに。ちょっと一投でこう諦めたわけ。でも菊池さん気持ちいいですね。じゃあ1本しか持ってこなかった。え、何？じゃあ1本しか持ってきた。あ、ほんと。あそこのさ、とこにさ、うん、今デカバスを2匹おったから、うん、この辺結構くるくるおるかも。でかいのおるよ。2匹多分50アップやと思うな。なかなか食わんけどな、うん、お前何やる？借りて。おう、投げろよ。ちょっと見たいな。そういだと思うよ。一匹目の顔を。今年最大何センチお前？50ぐらいだ。どこで釣った？池。あ、野池で50アップ。50はあったと思う。うん。だから菊池さん朝一ここ撮りたいよね。朝一のいい時間帯にね、やっぱり。うん。ゴールデンタイムってやっぱ短いから。集中だよ、ね。集中してやらんとな。これ逃すと夕方まで来ないから、ゴールデンタイム。ちょっと朝一本取っとかんとな。朝まずめ夕まずめ大事だよ、うん、短いよゴールデンタイム今7時、うん、ゾディアスどう。それゾディアスね、ちょっとイマイチなんだよ。どうして手に合わん。なんかね硬いんだこの辺がね。エクスプライドがいいんじゃん。じゃあエクスプライド、その手の形が合わんねん、うん、合わない。俺今これカリスマスティック、うん、これ使っとるけど、あ、全然いい。これここの、まあ、コルクが上にあるのも全然いいんだよ。なんか俺もコルク派なんだわ、うん、プラスチックやと長時間やるやん俺ら。そうなんよ。で10時間ぐらいやった時にちょっと手がね、手結構痛くなるよ。でコルクが汚いけど柔らかくてさ、あ、馴染んでくるからって言ったら、うん、やっぱ俺らあれだ、コルク一択だよ。コルクはいいな、うん、エクスプライドや。あ、それ買おうかな、うん、ちょっと高いけどね。あ、高いのエクスプライド。だからそのゾディアスっていうのが、まあ、一番安くて、うん、やっぱボロいかなと。いや、ボロくないよ。だから俺はエクスプライドなんだよ。エクスプライドはさ、うん、竿の粘りがちゃう。うわ、エクスプライド俺好きよ。あ、そうなか。カリスマスティック、うん、まあ好みやけどね。よく言われるのどういう竿を買ったらいいですか高井さんって、うん、どういう竿はやめとった方がいいよって言うと。いや、まあ好み。ただ13,000〜5,000で買えるから、うん、まあ値段のあれはあるけど、どうせだったらもうちょっといいやつ買った方がいいよ、うん、だから俺だったらエクスプライド、うん、かこのカリスマスティックも売ってないけどな。これ、うん、これいいな、その差は。なんかかっこいいもんだ。これはめちゃめちゃコンバットスティックといいんやけど、かっこいいじゃん。きついね、相変わらずこのダム。ほらちょっともうちょっと向こう行く。向こう行く。筋のいいとこってさ、うん、こうやって今日どこのポイントにフィーリングしてるか、うん、そこを見るのがやっぱ俺らアングラのあれやん。まあな、アングラとしてやな、うん、
いろんな釣り師おるけどさ、俺なんか特に俺がすごいとかないと思うんで。俺ごよい錦鯉おる。でかオレンジでめちゃめちゃ綺麗。最近俺錦鯉飼育にハマったんや。動画でなんか上がってるな。おう見てないけど錦鯉を飼育しとるからおったな今で。俺錦鯉がおるとこってデカはそらん気がするんやけど、どう？分からん。俺の勝手なイメージやけど。おるんじゃねえか。おるか。ここでまあ50釣れたからな。どこにおるか分からん、うん、普段来てないポイントだから分からん。どこにおるか分からんな。ただちょっと一匹連れてくれんと。さすがにこれ、うん、早くも厳しい雰囲気漂ってた。厳しいよお前。一匹出んと安心だよお前。だって俺らアングラーとしてさ、そんなメディアプロやん。ちょっと意味わかんないけど俺メディアプロってことは要するにこのメディアでお金を稼いどるやん。いわゆる YouTuber ってメディアプロでもあるんだよ。あ、そうや、そうなの。そうだよ、メディアプロやからお金もらっとる時点でプロや。でそれで坊主やとお前カッコつかんで。坊主はないぞ。あれは今まで坊主なんか作ったことない。ちょっとマジでガチ釣ろう。もう喋らんとこ。逃げるで。逃げとるで。喋、うん、るだけで逃げる。ここ60センチの錦鯉がおる。これかかったらまあまあでかいで、うん、逃げんなこいつ。鯉が逃げへんの。来たか。でかいのシャッドか。シャッド。どれどれでかいやん。うっ、ナイスバイ、ナイスバイ。うわ、ね、やっぱ菊池さんやっぱシャッドできたんで、自分もやっぱりこの最強シャッドをやっていく。やっぱ今日シャッドいい。いいよマジで。いいよいいよ。止めた時やっぱ食ってきた。ワーム食わんなここ。山線香さ、いや小バス見るやん、うん、逃げるんだわ。どうしてだろう。やっぱこの山ネズミでやるしかないか、うん、ちょっとシャッドで攻めますよ。ど投げてるけどなかなか反応ないね、うん、やっぱ釣れるって怖いな。20年前だったら釣れとるもん、うん、このバス釣れとるか。俺はだって小バスが今さ、あの目の前で山線香見て逃げてるやん、うん、まあ警戒しとるから食わんのやろ。おかしいな。おいし、食った。おい、食った食った。でかいでかいでかい。でかい。おー、大変大変。あ、いかんいかんいかん。でかいでかいでかい。でかいでかい。嘘。でかいぞ。これでかいぞ。嘘。ネットで上げたろかお前ネット。マジ？ネットナイスナイス。ネットで上げたろこれ。よし。いや。でかいぞ。よっしゃ。ナイスナイス。朝一。朝一。朝一ナイスナイス。うわ。やった。ちょっとこれ40アップじゃう。40。釣れるやん。ね。釣れるな。お前、クソ悔しいな。いやただこのね、あんた使ってるシャッドあるじゃん。うん、あれも釣れるけど、うん、この俺の用釣り 3DS シャッド、うん、ランカーいきなり。三八ってとこかな。これでも結構いいバスやったね。バスだよ。じゃなくてお前、用釣り 3DS だよ。うん、いや俺もちょっとリアリスシャッドで撮るわ、うん、ロダンテか。ちょっと投げなきゃね。このね、ヨウズル 3D やったらやめられんわ。釣れるやろ。釣れるな。マジでやべえんだってヨウズルシャッド。安くね、これ650円だから。激安や。半額やで普通に。はい、俺の動画見てさ、うん、釣り始めたって人は最近コメントよくくれるんやわ。あ、そんな人もいるんだ。おるおるおる。へ、あの、すごい、俺の影響力じゃん。そうで、そういう人たちにちょっと指導していくんだけど、これ高橋リグ、こういう、うん、今ちょっと紹介してるんだけど、こういう風な感じにやって、ここにね、重りちょっと引っ掛けてこんな感じで、ここのデカバスってさ、あのさっきもやって散々やってさ、山線香食わんやん。食わないね。だからちっちゃいシルエットでみんなやるもんやん、うん、ちっちゃいシルエットのもの食わん。食わんな。うん、だから逆にこれ8インチ、うん、あるような形のこれね。使ったんですか今。ガーリーデール。ガーリーデールで釣れるからな。ガーリーデールしたらリグが高橋リグ使ってる、うん、だからこれやるとまあ正直
サイズも出るし、50アップが結構出るよね。これどう思う？これどれどれ釣れるよ。ただ 3D シャットの方が食う。うん、まあそうなんだよね。ゆうさん、どうよ。いや、どうよ、今やってるとこだ。反応どうや。まだ釣れてねえよ。まだ坊主か。荷ばらしや。もう荷ばらしだな。結構バイトで、まあ小バスだけどな。小バスだね。うん、ちょっと今新しいリグでやってるから、これで釣れるかもよ。結構カーリーの8インチ使うとここでかいの来るやん。来るね。なぜだろう。でかいの食わす能力あるんだな、やっぱり。カーリーに。カーリー。オオサンショウウオはどうね。オオサンショウウオここ意外と釣れないな。あ、マジで。一、うん、回でもお前オオサンショウウオでここで45ぐらいの。釣ったことあるけど。出したよね。カーリーの方がやっぱ食いが明らかに。マジ。まあ、今日わかんないよそれは。日替わりだからと思う。あのベイトが何かだね。ただ活性が高いとは言えんね。もう意外とね。あとやっぱライン見て逃げていくとこあるわ。あー、来た来た。食ってくれ。送り込んで。よし、乗った。ナイス、乗った。乗った。マジ乗った。食った。うわ、でかい、でかいって。乗った乗った。いいサイズ、いいサイズ。でかいでかいでかい。よし、カリテール。うわっしゃ、いけるかいけるか。うわっしゃ、いけるかいけるか。菊さん、それいいサイズやん。やっぱこのリグいいよ。見た、このリグで一発。このリグで一発。40近いね。40あるんじゃないこれ。いいサイズやん。やっぱ俺ら釣るな。おう、ちょっと突き出してみる。おわ、ほらほら。いやー、やったね。あ、まあ40ないかな。まあ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 、いや、これ簡単に釣ってるように見えてさ、この いやいや大変だよこれ。釣るの一匹たどり着くまでにも試行錯誤、試行錯誤で普通じゃ釣れんよな。うん、これちょっとボディこ、うん、ちょっと洗ったって洗ったって。すごい。どう、菊池さん、あれから、うん、あれから当たりないね。ないか。どうだった、ダメだった？うん、いや今のは根掛かりかな。食った気がしたけど、初め来た時その向こうでシャットで釣ったの。あ、ここで釣ったんか。小バス、うん、小バスが加えとっただけだな。来た。キヨさん、ここ6はおるの。いや、6もおるっていう噂だよ。マジで。めちゃめちゃ釣れとるけどな。嘘。めちゃめちゃ釣れとるけど。まあまあまあ、そんだけでかくなると釣れるからね、バスって。四国で6取ろうと思ったらこのフィールドだ。あの、お前の知り合いのあの、何、あの人が70センチ釣ったっていう噂の人、昨日おったけども、来てくれるかな、教えに。おお、俺の師匠な。おお、だって一応明日合流する予定なんだけど。一応世界記録やろ、本人が言うには。まあ、自称な。で、公式になって72センチ14キロ言うとんやろ。おお、だからそれが本当かどうか知らんけど、それ事実やったら世界記録やん。まあ、まあ、本人が公認されてないからあれだけど。だから多分測ってないんか、あの正式なので。ちょっとまあな、その辺。それだからパッと手で測って逃がしちゃったんやな。うん、それ72センチの14キロが出とったら、それは大変なことやで。まあ俺の人ちょっと頭弱いもん。マジで。ちょっと頭弱い。頭弱い。マジで。ちょっと俺も軽く不可思臭いなとは今匂っとる。うん、でもまあ師匠だから師匠の言うことは信じなかった。まあまあまあな。来るかもしれないよ。ああ、釣り一緒にやってくれる。うん、お、じゃあその人のテクニックね。すごいよ。来た。小バスだ、小バス。20センチや。あ、でもいい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 。さん、加えとる。加えとんか。ちょっとサイズわかんないけど今当たっとる。食っとるわ。合わせてみようか。うん、乗るかな。ふいし。でかいじゃん。乗った。乗った。ナイス。でかいでかい。いいサイズ。マジで？まあまあ、まあまあ。おお。うわー。わーし。でかい。来たよ。やばいぞお前それ。ちょ、カメラ撮って、カメラ撮って、カメラ。おーし。わーし。おい、バスな。ないな、わーし。でかいでかい。うわー、でかい。じゃあ。おい。じゃあ。でかいぞこれ。うわ、よっしゃよっしゃ、40アップ。や
ったなお前。変わり出る変わり出る、やっぱ来るな。これ明確な40アップや。はあ、一人やろう。でかいじゃんこれ。お前見える、変わり出る40ぐらい。おお、さっきと同じぐらいだな。40あるで。いや、さっきよりちょっとでかいかも。さっきよりちょっと太い。いや、でもさっきと同じぐらい。一緒ぐらいか。40ぐらいやな、うん、俺が釣ったのとほぼ一緒。これ見て、おお、ばっくり。ブーン、ブリン。やったなお前。よっしゃー、ナイス。キュウさんいいやろ。いいな40アップ。おお、これでかいわそれ。ええわずやん。ええわず釣っとるやんけお前。よしよしよし。さん、このポイントの誘い方ってどうしてる？いわゆるこの俺らにやってるさ、まあ、テキサスっぽい形でこれでやるわけやん、うん、どういう誘い方でやってる？誘い方はもう、まあ、基本的には微振動。微振動、微振動とあと放置、投げて放置からの微振動、うん、まあ、微振動も指すけどほとんどほぼね、うん、放置のズル引き。ズル引き、うん、それで釣れる。それ気がついたら加え込んどるっていう。違う違う違う、それがとりあえず、うん、闇国に投げて、うん、そこに落として、うん、こうやってグーッとこうやってやってるだけやな。平凡よ、ほんとに。あ、変えるまた、うん、あの手この手で攻めるね。これ、この何それ、ラバージグ。ボンバーヘッド、ボンバーヘッド。ああ、結構高いやつやん、それ。ボンバーヘッド、これいいやっちゃう。シンカーの付け方変えるから。どうも、さっきのやつ、さっきのリグだと、うん、ワームがなんかすぐちぎれちゃうみたいな。菊池さん、それでやるとまた根がかるで。いつもそれで根がかるやん。うん、わかんないけど、ちょっとやってみる、うん、ボンバーヘッドで。よっしゃ、でかいの取れるから。これ食っとるわ。マジで、これはでかい気がする。合わせるぞ、合わせるぞ。はい、おいっす。あー、いやー、根がかりやったんかな。今持ってったけどな。でもこのベイトなんだと思う？バスの子供じゃねえか。バスっ子これ。なんかブルーギルかな。ブルーギルか。ブルーギルか。いや、バスの子供だ。嘘やん。真ん中に線が入ってる。ブルーギルちゃうこれ。いや、両方おる。両方おる、うん、あ、ブルーギル、ブルーギル。バスの子供もおる、うん、だから釣れるんやこれ。なんて、このラバー知らん。なんかソーセージみたいな、うん、ちょっとなんか色的に合ってないかなと。まあちょっとやってみたらいいんちゃう。ここ擦れとるからな。ちょっと今日めっちゃ調子いいぞ俺ら。この擦れとる割にはな。おお、昨日みんな坊主だったんだよ。だから俺朝一で坊主、今日坊主かな思ったけど、やっぱりどこをどういうタイミングで攻めるか、うん、その辺やっては釣れるわ。釣れるな。ちょっとあとサイズだな。サイズまだまだだ。やっぱ40ぐらいで満足できない。インフルエンサーとそしてはさ、うん、50いっときたいよね。 50いかないとやっぱそういうインフルエンサー的な効果出ないのよ、ね、そうね。あ、こいつこのリグで50アップ釣ってるわって、ね、あとここで釣るって価値あるわ。あ、価値あるな。うん、琵琶湖みたいにイージーじゃねえからね。そうなんや、琵琶湖みたいにイージーじゃねえよ。マジで四国なめんなよおめえ。そうなんだ。菊池さん、でもいいよねバス釣りって、うん、癒されるやん。投げて巻いてさ、投げて巻いてな。今回動画何分ぐらいがいい？やっぱ50分がいいと思うよ。あ、そうか、うん、俺50分で短いと思うんだわ、うん、1本目90分。もう90分いく、うん、無駄に長いっていう。おー、いいと思う。で2本目も90分。おー、誰が見るんだっていう動画でしょうか。おー、いや、それ本当は俺それがいいと思うけど、うんうん、お前がそれ嫌だって言ってたから。いやいや、90分まではいいんだよ。あ、そうだ。ただあなたが前3時間4時間データあってさ、うん、全部カットするなって言ってさすがに4時間は長いなって。あの映画ブラックバスも3時間半っていうのって誰も見えへんでノーカットバージョンの、うん、3時間半の映画ザ・ブラックバス3のノーカットバージョン見たらコメントでさ、さすがに長いって飽きた言われたよ。3時間半長いだろ。まあ長いわな。でも俺の魅力を語るにはそれ3時間半いるよ、はっきり。いや、で3時間半じゃ足りんか。ああ、足りない足りない。そうか、いると思うよ。つせえよお前。お、いい竿使ってるね。ん、ああ、ワーシャ、ワーシャ。ワーシャと何それ、何だったっけこれ。スティーズ、スティーズ、うん、
バックラしないんだこれ。あ、マジで。うん、ワーシャとシマトと台湾の組み合わせだねそれ。うん、そうそう、そういうのこだわらないから。さ、まあ俺はちなみに俺これねお気に入りのセットで、うん、エクスプライドのこれと、うん、これねアンタレスね、19アンタレス、うん、これいいよこれ。あ、これこれエクスプライド、エクスプライドのこれはね、いい竿だな。172の MH の2。あ、いい竿だ。一番汎用性がある、あの 10g から 30g まで投げれて、おいで腰があるんだよね、だから1メーター級の魚も取れるし、取れるよね。うん、それで長すぎず短すぎず一番いいよねこれ 17MH。お前どれがいい竿は。あ、 M がいい。あ、 M がいい、うん、俺 MH だね。やっぱヘビーの H が入ってないと釣りじゃないと思っとるから。あ、これなんだろうな。何がこの竿なんて、いやこの竿ワーシャなんだろうなと思って。いや愛着ないってことバレたな今な、うんうん、なんだと思う。自分で金払ってないからそういうことないの。どうお前横にやってみろ、横にやってみろ。え、回転させて、この紐が回転の、もう反応反対、ここここ、ちょっとこっち向けて、うん、見てるから分かんない。1703の R だから、ちょっと R の2。 R って何、知らん。だろ、うん、だから分かんない。まあでもそれ使いやすいやろ。うん、使いやすいこれ。ちょっと腹が減ったんでこれ食べましょう、タコ飯を。レジメってタコが多いな。タコ、タコ飯多いな。これでかいぞ、これでかい。あ、もうナイス、ちょっとナイスサイド、ナイスサイド来た。よいしょ、おいし、帰りて、まあ、40、一緒のサイズだな。で、いいよいいよ、いいよ、いいサイズ、いいサイズ、キーパーサイズ、キーパーサイズ、よっしゃ、まだ40。やっぱ変わりか。もうね、ちょっと危ないよ。もうね、見てブリブリパンパン。ディープかこれ。ディープ、ディープ、ディープか。釣ったのはね7メーターライン。ああ、7メーターラインの底落として、ああ、そこトントンだ。そこトントンか。7メータージャストの、そこトントンできたんか。7メータージャスト落として、ああ、そこに落としてトントンやったら、うん、40アップ。やるなお前、これよ、ディープの釣りや。やっぱりディープか。うん、7メーターのとこ落として、ああ、どこ落として、そこに落として、こうやってこうやってやっとるだけ。そこトントン長方や。これがそこトントン長方か。分かった。皆さん、魚ってね、キクさん、バス釣りの面白いのはさ、日によって違うじゃん。今日そこで釣れたからって明日もそうとは限らんでね。で、今日でもさ、俺の攻め方一歩間違っとったら坊主もあるでね。あるよ坊主は。とりあえず今3、4匹出たやん。さすがだなお前。ちょ、あと、ただやっぱ50アップ出んとな。うん、俺やっぱここでな、うん、これこれはやっぱ、いや釣れるよ、さ朝一でそれで釣れたやん、うん、そうだよ、やっぱここで巻き物原点に帰るわ。でっかバス、なんだ今の。だから60近いバスや。えおるんだって。今の何、なんかバス、いや完全にバスやで、バシャーで言った。うわすげえな今の。だからあれが出たら記録、あ、ウェイス、いいよ、ナイスタイム、カーディ、ちょっとカメラ頼む、うん、うわ、まだ来た、でかいこれ、よし、カーディカーディ、ウェイス、おお、ナイスタイム、これヘビーのさ、うん、竿が重いからぶっこ抜いとるけど。おい、でかいでかい、生のサイズよこれ。お前すごいな、何本目やこれよ、40アップ、40アップ何本目やこれお前。やばいって今日キリュウさん、やっぱ釣れるやろカーリー。釣れるな、黙ってカーリー使っときゃいいんだけど。うん、まあまあまあのサイズ、うん、まあ、このアベレージと言ってもいいな、ね、キリュウさん、ここイージーじゃない。今日はちょっといいね、今日稼い、稼いね、ほんとイージーじゃないよ、イージーじゃない。俺から言わしたら、お前まだ1匹か。うん、1匹、2匹か釣ったの。うん、まあカーリー使ったら釣れるの分かった。釣れるな、ここ気がついたら食っとったわ、いいサイズがね。菊池さん、何今日シャッドにこだわっとんか。シャッドでな。菊池ちゃんさ、いやバス釣りの面白いとこってさ、その日の当たりワーム探すっていうのもあるやん。そうだな、今日何が釣れるかっていうのをセレクトしてさ、うん、
俺らの中で当たりワームなんだろうな。え、俺らの中で当たりワーム、当たりワーム、うん、それはお前借りている、日替わりじゃないかね。むやみに投げてそこでどんどんやっとるだけの釣りや日替わりじゃん。まあ、使うワームって決まってきてるからな。まあ、カーリーでもこれ廃盤なんだよ、もうこれ、まあ、廃盤だよ。ゲイリーの8インチは釣れすぎてやっぱり送られすんじゃう。あ、うん、8インチは廃盤。あんまり釣れすぎるとね。そう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 、他のワームが釣れなくなるって。他のワームが売れなくなるんやろな、うん、あ、そうそう、他のワームが売れなくなる。まあこれ以外でも釣れると思うけどさ、まあ俺らのやっぱ好みもあるね。ゲイリー信者っていう、ゲイリーさんにお世話になっとるでね。やっぱゲイリーだね。うん、なんだかんだ言って、もう最近メーカーさん多いやん、うん、なんやなんや言う、うん、みんな基本的にはゲイリーを見てやってんじゃない。どうなんでしょうね。あ、乗った乗った乗った、よっしゃ。お、でかいぞ。ほんとでかい、根がかりや。あ、潜った、潜られた。初めから根がかりっぽくなかった。全然根がかりじゃないから、潜られた。もう完全に食っとる、うん、これでちょっとなんとか取れよ。おい、あ、潜られた。マジででかい。いや、あんまりでかくなかったんだ。そういう菊池さん、あれ流れ込みあの辺にあるんだけど。ああ、どうよ。いや、新鮮な水入ってるから餌がどんどんやっぱ流れ込んでるって聞けるから。じゃあちょっと投げてみてよ。インレットって言うのかな。ワームはそれ、ワームはこれカーリーテールっていうワームです。よし、カーリーテール。ちょっと一本出したいね。風がめっちゃ流れ込みおるかね、やっぱ。嬉しい風がめっちゃ入ってくる。本当だね、動いとるね。ここ釣れんな。ちょっと当たり止まったな。だいぶ当たった。当たった。ほら、お前カーリーテールのカーリーカーリーを持ってかれたかもしれない。ちょっとなんとしてもでかいの出さんとね。菊池さん、相変わらずあの滝すごいね。すごいね、あれ。あれ何滝っていうの。すごい速い流れだな。速い早漏滝じゃないか早漏滝、早漏滝だ。速いんや速いといえば早漏滝。勢いすごいね。どっから来とるやん、あの水。マジで谷にやっぱ流れ込んでくんだね。谷がすごいもんな、ここな。谷すげえの。谷向いて流れ込んできた、山から流れ込んできたと。まあ雨降っとるからね、昨日もね。すごいやん。だから普通いろんななんか生き物とか流れてくるはずだよ。全然釣れんな。まあこんなもんやで。こんなもんか。結構反応があれから丸3時間当たりないね。今はそんなにないってやつだ。ちょっとだ、出さんとな。もう12時前やぐらいだ。ああ。昼だから。やっぱ昼は反応ないと思う。鶴は気合で俺が下足に食った。おお、いいね。そんなサイズはないけどバレた。あ、3パッチぐらいやったね。あ、久しぶりやで。久しぶり来たな。でもバレたバレた。まあしゃあない。これ着水バイト。おお、これはいいよ。来た、ついに来た。やったなお前。よし、これやばいやばいやばい。うわー、でかいでかいでかい。今日最大だ。上上上、いや、わからない。うわうわ、ちょっと助けてくれ。エンジンがでかい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 。カメラカメラ頼む。でかい。最大だ今日。おお、ちょ、何やっとるお前。でかいんだって。めちゃめちゃ低い。おお、めちゃめちゃ低い。サイズの割にめちゃ低いわ。同じサイズだ。最大入れたら40アップ。やったなお前。本当いいだ。思ったよ、だいぶ。いや、めっちゃ引いたんだわ。妙に当ててるし。いやいや、めちゃくちゃ引いたんだわ。おい、50いったと思ったけど、アベレージよりちょっとちょい小さいな今日も。あれもうナイスバスだ。40近いんちゃうこれ。ナイスバス初40ない。ナイスバス40ない。40ない。34。
39。39。よし。めちゃめちゃ引いた。50超えたと思ったわ。跳ねた時点でなんかそんなないなと思う。着水バイト。やっぱサイズじゃないで。まあ、いけばな。おお。サイズ伸び悩んでんですけど、ちょっとたまにオオサンショウウオで。オオサンショウウオ行くわ。オオサンショウウオいいと思う。ああ。これでそこトントンで。今日全部カーリーテールで俺作れるね。あのシャッド、朝一のシャッド以外。オオサンショウウオでも来るかどうか。サイズが伸び悩んどんな。意外と伸びないな。50。40アップもっと出るけどな。明確な40アップ。やっぱ50出さんとね。取ってくれ。でかいぞ今までで。最大。バレた。バレた。あ、バレた。60取る。ストップだ。あのね。45ぐらいだった。いや、そんなちっちゃない。あのね、状況としては、今な、初めゴツって来たんや。オオサンショウウオや。ゴツ来て、食うってやったらすかしたんや。あれ当たりかなと思ったら。追いかけてきて、もう一回ゴツ来て、グッグッあ、そうなの？ほんで今カメラお前に渡そう思って、お前。うちもやばかったで、今の。やばかったか。一回追いかけて食ってん、お前。ほんで、外したんだ、口。追い食いしてって、もう一回食ってきて、お前。ここの虫キウや今の。そこまででかくなかったかな。でかいでかい今の。何？大丈夫。ん？どうした？うん、大丈夫。どうしたどうした？そこまででかくなかった。うん、まあ43ぐらい。いやいやいや、そんなちっちゃくない。今のはでかかった。重さちゃうわ。うん、まだ食っとるわ。合わせるぞ。ああ、出したか。どうした、牛さん。ん？何？いや、オオサンショウウオな。うん。これ。うん。何色っていうのか分かんないけど、ブラック。うん。うん、これ釣れない。なんで？いや、これ釣れないんだよ、なんか。色が。おお、これで釣ったことない。これと、あと、青があるじゃん、青。うん。青も釣れない、あれ。黒と青はダメ。ダメ。捨てた方がいい。うん、まあ捨ててもいいんじゃない。で黒オオサンショウウオ言ってるけどこれでは釣れないって絶対釣れん、うん、釣ったことないでブルーと黒以外ちょっと来たと合わせ乗った乗ったよしあーバレた出会った出会ったと思うぞ嘘言うなよお前お前がでかいで大体今日お前一匹しか釣り上げてないだろうわーくそいやお前一匹しか釣り上げてないちょっと多分でかすぎてうんいやちっちゃいこれこのワームがうん食えてなかったんだと思って。あ反応でかかった今。マジで？うわ。今日だってお前一匹しか釣り上げてないんだろ。黙れ。なあ。でかかったんだ今の。ちょっと待って。お前まだ今日こんだけやってこのな、こんだけ食いのいい日にまだ一匹しか釣ってないんやろ。お前エボいんだって。いいわお前。今でかいの食った。ああ分かったごめんごめん。よかったな今の。よくねえよ。か。うわ。ちょっとあと2、3匹釣らな。でかいのバイズグロー来たんちょっと集中は、まあ、甘噛みやったんやわうわああ絶対でかかった今これでかいのおるんだここよし来たおオオサンショウウオまだ来た取ってくれ今度こそでかいでかいこれは来たでかいぞでかいぞこれよしオオサンショウウオやったなお前これあちっちゃいないやさっきの半分やうわでかいでかいちっちゃいちっちゃい40これ40のサイズだからさっきの半分いつもと同じサイズさっきやっぱバレたのでかかったもん見て小バスがついとるなこれ乗ったるわ食っとるあーちっちゃいなこれオオサンショウさ25センチも食ってくるわクランク来たぞ着水バイト着水バイトでかい嘘クランク、うん、クランク来たサイズはでかいでかいめっちゃでかいクランクめっちゃでかいうわうわバランスねでかい嘘やんでかいマジでかいどこどこどこうわ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 でかい粘れ粘れでかいうわ何センチ50きた50きたこれやばい網網俺が取っとるわうわよしよしよしでかいでかいクランクきたよしちょっと待ってうわ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 よっしゃ今日最大きた
までヘボいとってようやく釣ったな。ああ朝から晩までやって9さん50ないなこれ。50ないな、うん、結構引いたよね。よかったよ、ナイスサイズやん。しかもこれギエリあの M クランクか M シリーズやな。 M シリーズ菊さんよっしゃ50だ。こっち突き出せ。50きたな。ちょっと俺が実質のやったるわ。いや横横横40そこそこ下50だ40ジャストぐらいの。もう一回測って、もう一回測って、何がもう一回測って、これが俺20やからね。あのねちょうど40ぐらい。ハハボーイマジで今日最大48 40ぐらいやな。あナイスナイスナイス、わいしまだ来た。おおまあ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 40ある。カメラカメラ40わいしいい。おちょっとでかいかも。ナイスナイスサイ。そうでもないか。40だ40。まあまあまあ今日のアベレージ40ぐらいか。わいしこればっかりやね今日、うん、ちょっとでかいかなやっぱり。怖い。35畳よりでかい。このサイズさっきからさっきから食ってきとったのこれだ。危ないよ、置いた方がいいぞ。パワーすげえ。36だな。もっと思いっきりつけてくれ。36だ。え36。待ってよ俺が測る。いいんじゃないか。おるやんここ。こればっかりね、40ないぐらいの、すごい蝶々やね。ちょっと30分1時間休憩しよう。フラフラやこれ、日射病になっちゃう。ただこの暑いのがいいよな。だからみんなもね、暑い時は日射病ならないようにめちゃめちゃ何蝶々やろうね。一箇所にねブワーって100匹ぐらい集まってて、100匹もいないか。ああれ見てみんな、わかる？絶滅危惧種見える？これやばない？これあれトンボやろ。赤トンボか。あれやばない？絶滅危惧種じゃないか。あれ赤トンボ見たことないの？みんな赤トンボ下にはブルーギル。やばない？来た。見えるかな？これ絶滅危惧種、本物の赤トンボ。どう？やばない？結構景色いいでしょう。うわあ、しまなみ海道みたいやなここな。ああ、よっしゃよいしょ。さん後半戦や。お後半戦はね俺孤立で行く。カーリーテール1本。菊池さんは別のやつでやるんですか？もういろいろやるよ。何やる？これえチッパークランクか。もうちょっと下げて釣れそうでしょ。これもうちょっと下げて映ってないから、うん、この辺いいよ。いいだろこれ、うん、これやってみる。どんな動きするんだろうなこれ。うん、あとまあクランクのこれいいよ。ディープ攻めてみろ。ちょっと巻こうよ俺は。もうこいつで、うん、うん、なんでかっていうと、うん、いろいろ投げれば投げるほど釣れなくなるからこれだけでいい。結局チョーカーさあ出たやろ。うん、おうさっきまでお前下手すら1匹やったんやから。これがいいとこなんだいろんな釣れないワームとか釣れないルアーあれこれ変えてな。一撃お前結局これだけでいいんだって。60釣ったらお前一撃で俺が抜いちゃうんだから。鍵閉めといて。結構急な坂なんでね、
気をつけておりましょうね。とね、今日50出てないからあの辺コバスとかブルギル見えるな。うん、50出てないからさ、なんとかしてちょっと今日、明日もやるんですけどね、明日は別のとこ行くんで、ちょっと初日になんとか51本出しといて、でかいのをねちょっと撮りたいです。あれ見て、やばいでしょ、さっきから。わかる？ほら、蝶々の塊、万華鏡です。何やってるのお前ら、ねえ君たち、そこで何やってるの。やばいでしょこれ、絶滅危惧種高橋モンシロチョウです。ほら、何やっとんこれ。君たち、そこでなんか食べとるな。何やっとん。よいしょ。いいね。どうや後半戦。もう頑張っていこうぜ。疲れとる。おお、疲れとるね、やっぱね。まあ年だしな。休憩したぐらいでなかなか回復せん。もう年だからな。年だ。おじいさん。まあ、おじいさんまではあれだけどね。うん。回復も遅いよやっぱり。やってな。まあ YouTube で活躍しとる子みんな見て。うん。25歳とか28とかも20年違うんだぞお前。おじいさんや。ちんちんの立ちも違うわな。おお。で最近バス釣りやっとるとかお前中学生とかな、二十歳とかな、いろんな YouTuber おるんやって。二十歳なんか中学生お前の息子と娘より年下やで。中学生なんかオナに何回できんだ。じゃあそういう若い、うん、釣り YouTuber に一言メッセージください菊池さん、うん、いっぱいオナにしろよお前らなあ。俺なんか週一回だ。バスがいっぱいある。小バス、去年生まれた子かな、今年生まれたんかな。10センチやな、7センチ。菊池さんどうしたよ。ちょっと一言だけいいか。どうぞ。なあ、うん、なあ、俺今までなこの動画で散々こんな感じで偉そうにしてきたつもりなんやけど、夜は実はM やったんよ。夜の方は M なんよ。お前 M か。M なんよ。いじめられたかったんか実は。女王様が好きなんよ。危ないやつやなお前。お前変態やろ。実は。変態なんよ。どうやってやられたいんだ。お前具体的にちょっと言ってくださいよ。変態か。じゃあ釣りしようよ。菊池さんどう後半戦。うん、やっぱこの黒いオオサンショウウオ釣れない。ダメ。これダメ。ちょっとカーリーテールでね。菊池さん5こそ50取ってよ。菊池さん1本でいいんだよな、1本で。ねえ。1本な。50アップ。困る。何投げとる。55ぐらいの欲しいな。エスケープツイン。エスケープツイン。いやいいね、でも、うん、この空気がいいやん。いいね、やっぱりど田舎っていうか大自然というか。しかもね、うん、誰もおらんから。四国のいいとこは菊池さんどういうとこ。四国のいいとこ自然だよ、自然。来たか。来た帰ろ。来た、でかい。いや、でかくないかな。でかいでかいでかい、40とるって。ナイスナイスナイス。バレた、バレそうだった。40あったな。6メーターラインでトップで食ってきたな今の。おお。ジャックベイト下からグワーってきたんじゃない。見えた俺。カメラは撮れんかったけど回してないから。下から食らいついて、下からね食らいついてきたな。上がってきてバーガー食ってた。フェイシュ借りてる。大ジャンカーフェイシュ。まあそんな大きくないけどね、この借りてるの。いつものサイズや。ようやくやで。まあいやじゃあ、大体このサイズ。そうね、50出んね今日ね。このサイズね。35ない。35はあるな。やっぱシャローがあってこのディープになっとる、この駆け上がりについとったんかもしらんな。今日ちょっとでも渋いっちゃ渋いよね。若干渋いかな。あんだけ俺らがさ最高の技術で攻め倒してさ、
こんだけの釣果や。壺にはめたら30匹は釣っとる俺。今日はちょっとまったりねやってますけど、菊さんまだルアーチェンジ、うん、何変えたの？ロザンテ。ロザンテ好きだな。ほら来た来た。ほんと追いかけてきとるやん、うん、スクールが。でもすれとんなっていうね。このゴミ溜まり、ああいうの結構いいと思うんですよ。菊池どうよ、ああいうゴミ溜まり、ああいうゴミ溜まりにさ、ふわーっと、シャロー2メーターラインなんだけど、2メーターで右、今落ちたとこがね、こっちはね5メーターか7メーターぐらいなってんだけど、結構バスがねつくんすよ。もういいな、ジャングルみたいで、こういうとこ。これゴミか、これゴミだな。ドシャロー、いやもう70センチだから戻ろう戻ろう。でかい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 、これでかい。エスケープツイン、俺がバラしたやつか、お前。これでかいでかいでかい、マジでかい。うわでかい。何センチや？45ぐらいあるよ、マジで。これうわ、でかいでかいでかい。アミを取れ。うわ、でかい。でかいでかい。ちょっと、50ヒッターか。50ある、これナイス。エスケープ、うわ、でかい。あ、危ない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 。お前、まくれまくれ、落ち着け。うわ、でかい。うわ、でかいでかい。でかいでかい。でかいぞ、これ。うわ、50いったな。うわ、でけえこれ。久しぶりに来たよ。やろうだから、これ本当測ってみや。エスケープツイン全然釣れんやん、言った瞬間食らいついてきて。刺さるなよお前。52ターンありそう。ちょっと横、もうちょっと横出して、もうちょっとこっちこっち。おお、やったやん。ちょっと口閉じで、口閉じで、口閉じで。50ちょうどぐらい。いや、もうちょっと。キクさん、キクさん、ちょっと口閉じでいきまして、50ちょうど。4球ですか。50だな。キクさん50だな。50。いや、50な。50 50。しゃ、50。いや、ちょっと待って。これは、キクさん、いい。でっかい。これで、あの辺に釣れたか。どうやって釣れたんだよお前。投げたら気がついたら食らいつどっか。でかかったの。自分もドライブビーバーに変えてね。エスケープツインが釣れたってことは、ドライブビーバーこういうのがいいんじゃないかな。おい、あ、これ今菊さん釣れたとエスケープ、もうちょっと上上げて、もっと上上げて、こうやって泳がして、それエスケープツインの泳ぎね。これドライブビーバー、どっちがいいんだろう。それこっちやね。俺はドライブビービアの動きが好きかな。もっと近寄せて、近寄せて。ついのがやっぱ釣れると思う。近寄せて、もっと近づけ。ほら。そんなタコみたいな釣れない。これわかんない。これわかんない。釣るなお前今日。よっしゃ。あ、ちっちゃいけど釣れた。わからんかったです。じゃあもうあと90分が2時間ぐらいか。暗く夕方なもんな。この辺で釣れた。でかいって。やったやったやった。でかいでかいで。よし。ではなんかあれか。久しぶり。3時間ぶり。まあまあじゃないの。4ジャンプ来た。3時間ぶりだ。やっぱカーリーテールだ。おったな。40ジャストぐらい。そうでもないのか。40弱か。気持ちよかったわ。もっとね、ブルギルみたいなちっちゃい、まあ、すっごいちっちゃい当たりやってる。さあ、ラスト勝負やな。まあね、みんな諦めるから釣れんだよな。お前諦めずにやればお前釣れるんだよ。みんな諦めちゃう、だから釣れない。お前最後の最後カーリーテールか。うん、交換勝負で守って迷ってない。おう、勝負かそれ。カーリーで50アップするよ。おう、いいよ。上気をつけて。あ、来たな最後。いい、いいの。ああ、ここでも降ってきたね。行くぞ。あともうちょっとや勝負。ちょっとやな。
やらないかんな化け物。夕日がな、寂しい。逆光か。最後釣れよ。釣ろう。最後何やってる？カーリーテールっていうのが。マジで釣れ。来た。よし、乗った。乗った。でかい。でかいでかい。本当に乗った。でかい。乗った。でかい。でかいでかい。わー、やった。そうでもない。キフさん、でかい。そうでもないね。でかい。でかいでかい。うわ、でかいや。でかい。マジでかい。でかいでかい。でかい。うるお。でかい。でかいでかい。うわー、うわー。いやいやいや、引く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 ぞこれ。もっとやっぱりこのポイントやろ。うわなあ、40か。うわよっしゃ、ナイスアイ。今日こればっかやな、40。今のは結構明確に来たよ。うわ、ラインが走っとったもんな。当たりから、初めから分かったもん。ほんとここだよ、見せて。いいね、ナイスアイぜ、お前。やったな。やったぞ。おぉ、飲んどったか。今日の魚飲み込むな。のっこんできたか。こっち、こっち突き出、突き出せ。のっこんできたな、今日の魚。のっこんでるよ。食ったかな、これ。食っとる、食っとる、食っとる。ふぇし。うわ、でっかいのが今食らいついて、合わせた瞬間にパッて口離した。なんででっかいと思う。感覚でわかるわ。おぉ、今食ってきたぞ、完全に。でっかいの取りたいね。あともう30分やろ。30分やな。ちっちゃいな。ナイスバス。いや、これはちっちゃいな。バレた。28センチ。それで、合わせるぞ。ファイス。見上がる。あ、やっぱ四国きついね。四国は舐めんなよっていう話。全然釣れんわ。ああ。もう多分、今日結構気合い入れてやっとるけどね。朝何時から始めた？ 6 時半からぐるっと12時間休憩は1時間、11時間やっとるね。釣れんな。釣れんぞ。50アップ5匹やっとるつもりやったもんな。これは厳しいな。最後に出すわ。もうもう30分やで。もういいけど釣るよ。最後、最後なんでやるん？最後僕はバイズクローっていうの。何？バイズクローってやつを出すから。バイズクロー、うん、釣れるそれ、うん、バイズクローの子、これだな。本気それ。キスさん、それやると釣れたの見たことないけど。いや、釣れるから見とけ。一回もないや。これ。おー、分かった。どうした、どうした。やべえ、あー種だったか、焦って。あ、ニシキゴイを入れとるね。オレンジの綺麗な。あれ、キスさん、どうよ、最後。でかいの釣りたいね。結構踏ん張っとるよね、今日。やってるなあ。ものすごいやってる。キフさん、初日ラストですね。ラストやね。ああ、取りに行かないかんな、これ。おお、ほんとに。明日やるか。おお、やろう。厳しかったね、初日。おお、疲れたぞ今日。疲れ切ったな。ちょっと帰って休んで。ああ、明日命がけの勝負になるな。なるな、これは。これは今日取れんかったわけだから。取れんかったからな、今日これ。やるしかねえよ。それだからゼロに近いぞ。ゼロにてやぼうずみたいなもんだ、こんな。釣れてないわ、これは。こんな俺らの釣りじゃねえぞ。うん。おいおいおう。大変やったな、今日。疲れたね、今日も。